検証終了しました。なんというか、ただ運が良かっただけという結果のような気がします。今日打った3台のその後がこんな感じでした。ハッピーはその後700回転しか回されてないんで現状維持くらいで終わってますが、ファンキーとアイムは頂点で1200枚まで行ってました。短期間の実戦で結果を出そうと思ったら運頼りかもしれませんが、低設定しかなさそうな状況だったらビッグなカッテール台を狙う方が良さそうです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。